年ですね。5年でもあちらが、はい、6年ですね。あんなに大きくなるわけですか。もうやっぱり世界で一番成長量の早い木だと思ってますよね。はい、ここの風景を見てますと、よくアメリカとかヨーロッパのですね、田園風景なんかに比べると、向こうは非常にこう本当に絵はがきにでよく、まあ、絵はがきで見てる成果もあるかもしれませんけど、うん、割にこう単調な緑とかそういうのが多いようですが、随分複雑ないろんなものが生えておりますですね。そうですね。一番気圧ことはね、よそ行ってみて気圧のは、樹木の種類が少ない、草の種類が少ないことですね。で、日本のような下は春の七草、秋の七草がこうある。で、上には紅葉樹林もあれば針葉樹林もある、はい、その落葉樹もあれば常緑樹もある、はい、こういう風景がないわけですね。だから写真撮ると非常に綺麗けれど、はい、極めて単純であって、はい、いわゆるなんですね、日本の庭でも箱庭みたいにね、日本の庭園みたいに、はい、いろんな木も、はい、樹木が植わってるなんていう風景は映らないわけですね。はい、で、20〜30年経ったという、そうなると最初の頃のようにいろんなその手を加えてですね、いろんなものをこう植えられたり、種をまかれたり、そういう必要はあまりなくなってきてるわけですか。自然にうまくやれるようなやり方になってくるわけですね。例えばここの場所でもですね、はい、これは今雑然としてるわけなんです、はい、でも何でもが生えている格好ですけど、ここにあるのがね、はい、馬小屋がぼつぼつこうまかれてあるんです、はい、で、クローバーがある、はい、クローバーと馬小屋がありますよね。で、夏のこれから足元に豆かなんかの野菜でも作ろうと思うと、はい、孫やしがいいわけですね。はい、孫やしがあって、その中にこの小山豆があるとか、はい、なんですね、これから斎藤とかささげとか、はい、大豆とか小豆とかこういうものを作るのには、はい、これを全部その孫やしにしておいてやるというすごいわけです。はい、で、樹木もですね、はい、ここには、まあ、現在スタートしたばかりなんですけれど、はい、みかんをやめてですね、いい今度はその、下の方にはイチジクをやると、はい、土が肥えてきましたからね、はい、イチジクやる、その次にはビワをやる、その次には、ブドウやる、桃やる、スモモやる、はい、こういうで上の方に柿やるとかね。で、ここにあるのはそういうふうな落葉樹を主体にした園になりつつありますけれど、その中に山桃とかですね、はい、琵琶とか、この常緑樹もある。常緑と落葉樹とか交互に植わっておって、しかも日本の果物は全部植わってるぐらい、はい、その系統的にですね。そんなにたくさんのものを植えといて、同じ土地から、土地の生産力でですね、いろんなものを植えといて、それでこう、なんていうか、結果はよろしいんですか。その労働生産性から言いますとね、能率が悪いんじゃないかという考え、はい、確かにそれはね、一つの広いところで同じ機械を使って生産を上げるのは能率はいいんですが、土地生産性はダメな人なんですね。はいはいはい、で、この自然農法をこしらえますとね、で、まあ、2、3年後には楽しみにしてるんですけど、できたらその労働収穫には不便なんですよ。はい、ですけれど土地の生産性はね、はい、いろんな樹木や草木が繁茂して、そのどんどん太る状態、はい、自然にできる状態なんですね。はい、で、原料というか肥料、農薬とこういうの全然使わなくて自然にできる果物類でしょ。取るのが手間をさえ入れなきゃね、土地の生産性でできる、自然の力でできる果物になってくるわけですね。はい、で、そのどうしてその肥料がなくてできるかといえばね、この山桃とか森島が窒素やリン酸を作ってくれるわけです。だからの肥料はおのずからもうこの山桃と森島とクローバーとアカシア、ルーさんとかマガシやってれば肥料はいらないって言ったらもう天然の肥料工場があるようなもんですね。そうです、肥料工場があるところで自給自足でみんなが太ってくれて、落葉樹と利用力が交互にあったりするから、うん、天敵なんかが増えてきてですね、消毒しなくても済むという格好になってきたわけですね。で、土地に応じた果物が植えられているから、人間の手間なくて、うん、最後には人間の手間はいらなくて、人知も人意もいらなくて、はい、できるというような、そうしますと、例えばヨーロッパあたりですね、こう何百年もああいうこう割に単一の作物を作るようになったというのは、これは進歩しているということではないんでございますか。
進歩してるんじゃなくて単純化されてですね、そして土地はそのものは原始に帰るというか死んだ土になっていくわけですね、はい、自然というのはずんどんどんいろんな草が生えてきて、いろんな植物が生えてくる、動物が増えてくる、種類が増えてくる、あらゆる生物がですね生き生きとして繁茂している状態が自然が豊かで、はい、自然に豊かになってくることがあの自然なんですね、はい、ところが今の科学農法であったり西洋式の考え方だったらですね、単純化して土は死んでしまう、上の植物の種類は少なくなる、はい、動物は少なくなってる、はい、外国人が宇宙へ来ると一番驚くのはね、クモがおる、カエルがおるんですよね、はい、エビがおるでしょ、はい、これに、ね、一番喜ぶですね、カエルなんかを見たらフラフラってね、珍しがあるんですよね、でそういう状態っていうのは死滅した状態なんです、で人間には快適な状態なんです、はい、虫もいない、はい、絵はがきみたいな風景でね、で人間のための自然がある、人間のための農業になってる、はい、で自然のための自然農業じゃないわけなんです、はい、はははは自分が思うのは、はい、もう人間の取る手間なんかということよりもね、はい、この土地を肥やす、はい、自然のための農法があっていいはずだと思うんですね、でそういう自然のための自然が本当に生き生きて生き生きとその働くようなところですとですね、そのまあ、現在将来はその食料危機の心配があるとかですね、緑が喪失してくるとかですね、その地球的な規模でですね砂漠化が進むだとかいろんなこう心配がされてますけれども、今おっしゃったような方向だとそういう心配はなくなるということ、それはもちろんなくなるわけですね、もうあらゆる動植物と同じようにですね、はい、人間も人間が増えすぎていけないとか人口制限しなきゃいけないなんていうのがおかしくてですね、はい、自然が豊かであればそれに伴って人間もですね、はい、十分生きられるし、はい、自然と人間が一体っていうかね、一体っていうよりもその分けたのが我があり我思う上に我がありですね、はいはい、その時から西洋はその自然と人間を対立したでしょ、はい、対立してみたですね、はい、その時が過ちのスタートであって、はい、その時から一人で知恵を使って苦労しなきゃいけない、はい、一人で作物を作って食っていかなきゃいけないことになったけれど、自然そのものはもう自然に豊かになってですね、これの鳥やなんかがですね、はい、ただついばめて食う、バイブルじゃないがついばめて食うだけで何も苦労しないじゃないかというような格好になってくるとですね、苦労して働かなきゃいけないということが起きたスタートがですね、自然から背いて人間が自分の知恵で独立して生きようとか、自然を観察して自然科学なんていうのが発達したことがですね、自然を生かす自然科学でなくて自然を殺す反自然の科学が人間の科学だったと思うんですね、むしろ自然の本来の働きの中から人間に都合のいいものをどん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 取ってしまうと取り上げる、そういう農業の方向に行くということになるわけですね。で取り上げたつもりがですね、取り上げていたんではなくて与えられるのが少なくなってきたということだけですね。その単位あたりでは非常に少なくなってくると、単位あたりでいきますとね、ちょうどアメリカの歴史なんかそうですけれど、前にはその1のエネルギー与えたら4のエネルギーもらえた、はい、10年経ってみると1与えて2しかくれなくなる、はい、で現在は2のエネルギーを与えて1のカロリーしか収奪できなくなってますね。小麦生産でも米の生産でもみんなそうなってきてる、ね、はい、日本もその程度で、昔はね終戦自分は1与えたら4もその4も自分ももらえたんじゃないかと、ね、ただくれたわけですね、はい、自然が与えてくれた、はい、そういう状況であったのに肥料と農薬やりだすと土が死んでくるとですね、今度は1与えて2しかくれません、はい、ちょうど日本はもう1与えて1もらえたらいいんだと、生産じゃなくて、石油エネルギーとの交換農業に変わってしまって、はいはい、しかもマイナスの生産になっている、はい、その境ぐらいに来ていると思うんですね。あと10年もこのままできよると日本の農業というのはやっぱりそうでなくても滅されつつありますけれども、はい、生産じゃなくて、加工して、しかもそうなんですね、2のエネルギー与えて1の集団しかできなくなるから、根本的に成り立たない農業が転落していくと。でも考え方として今基本的にはですね、やっぱり生産力をなんとか高めてですね、その収益を多くする方向という方向にも
みんなの目が向いてるんじゃないかと思いますけれども、やっぱりそういう見方自体をどこかでそのもう一度見直すといいますか、そういう、こう自然との人間との自然と人間との結びつきみたいなものをもう一度こう見る見方を変えないと。見る見方を変えなきゃいけないんですが、その変えようとするとまた頭使うわけですね。はい、あ、なるほど。はいはい、でそのまあ、あだこうだ言って先端技術なんか発達するようなことになるんですけど、そうですね、そういうことをしましてもね、人間の発達っていうのはやっぱり部分的な発達になっているわけです、はい、で部分的には発達したように見えても全体から見ると必ずいびつになってしまうわけです、はい、で結局大きな目で見ると反自然になっているわけです。で反自然っていうのは不完全ということなんです、はいはいはい、で自然っていうものは完璧で完全なんだけど、はい、それを壊されに従っていびつになっていくし、そのいわゆる不完全になっていく。だから科学の方向はいくら発達してもですね、なんとか自然科学が発達すればなんとか修復できるんじゃないか、自然は守れるんじゃないかと思って、はい、自分は不可能だ、はい、むしろ間違いになるということはですね、やっぱりその、根本的にどんな科学もですね、はい、反自然だという、はいはいはい、その一言で結局、うん、むしろ転落の方向だ、発達じゃなくてですね、やっぱり崩壊の方向、堕落していく方向、そういう 人間の知恵の働かせ方でないところ、いわばこう自然の本来の働きそのままにその働きが生きて働く方向をこれまでずっと追求してきていらっしゃると、そういうことになるわけですね。そう思いますけどね、追求なんて言うほどのことはない、はい、見てるだけなんですよね、はいはい、もうその自然はどんなのか言ってね、自然何かとか自然何か言われたってね、はい、どれが本当に自然やらね、自分らに分かれしない、はい、まあさっきのところからこう比べてて、はい、5年10年、はい、5年をということに心変わってるんですよ。なるほど、はい、それでしまいには樹木が生える、はい、その木が茂るという状態になって、はい、ああこれが自然が良くなったんだなって、まあ、勝手には言っておりますけどね、はいはいはい、しかし本当にはここにはね、ノイチゴがあるのが本当か、クローバーがあるのが本当なのか、なんて言ったらね、これはね、勝手に自分が理屈つけて言ってるだけのことであって、何が本来ここにあるものであってどうなっていくのが本当かっていうことで、はい、やっぱり自然がね、自然になるのをじっとぼんやり見てるしかしょうがないんですよね、はいはいはい、基本はそこに置いて、はい、そこのとこをこう無意というような言葉でおっしゃってるわけですね、自然っていうものはね、はい、どちら向いて言ってるんだろうか、で自分がたちがやっぱり分別するとね、必ず間違いが起こすということですね、はいはいはい、今のような理屈を言いますとね、理屈が科学的なこれは理屈なんですよ、やっぱり理屈はね、はいはい、ところがそんなものを超えてですね、自然は動いているということなんですね、はいはいはい、本当の日本の自然はどうなのか、アメリカの自然はどうだったのか、サハラ砂漠はどうなるのか、はいはい、本当の自然だったのか、はい、まあ人によりは砂漠になるのが自然だと思ってる人もあるようですけど、そうじゃなくて、はい、やっぱり本当はね、緑豊かな昔のね、はい、紅葉樹林地帯になるのが本当だと、はい、でやっぱりサハラ砂漠だってこういう樹林になるのが本当だと、はいはい、カリフォルニアの砂漠地帯でもね、氷河の森やレッドウッドの森見ますとね、はい、もう130メーターの大木があるんですよ、あの砂漠の中に。ほうなんでこんな木があるのかっていうんですよね。ほう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 、でその下の灌木や雑草を見ると日本のに非常に似てる、はい、砂漠はサボテンなんかでばかり、はいはいはい、それがもう100メーターすぐそばにね、こういうのがあるんですよ、はい、ただそうしますとですね、まあ、現実に我々 の地球的規模で考えた場合に目の前に非常に砂漠化しているところがたくさんあるわけですね。でやっぱりそれを緑の土地にするためにはその手助けって言いますか、きっかけを与えてやらなければならないと。それでそういう意味ではここに今現在ここの自然農園の中にある土地というのは生えてるいろんなものって、ね、非常にその貴重な役割を果たしているということになるわけでございます、ね、自分もこのつくづく思うのは、はい、この一番日本の百姓の中でもダノンに見えてダノンの作ってあるこの農地がね、この一応表面の土をアフリカでも持っていてこのまま移せたらね、はい、これはきっかけになって緑に変えることができるだろう、はい、今度うちのお米からですね、稲から
それから松屋の前川市病店や、はい、その高知の前川市病店、はい、松山市の村田市場、はい、それから千葉県のね、門田三門、はい、育種農場から多量のその野菜の種をもらったんですがね、それらはソマリアやエチオピア、タンザニア、この3カ国送ることになったんですが、これなんかがね、持って行って、しかもなんですね、ここの一つの粒が必ず再現できるだっていう見込みはもう 100% だっていうぐらいあるんですよね。あるのだけれど、送って巻いてくれる人がないから、あれほどアフリカ、エチオピアの援助なんて言ってるのに、ね、農民が誰も言ってないということなんです、ね、はあ、自分がこの一つにかかってやっと何したのは、もうタンザニアにうちのここにいた娘さんが一人と、それからソマリアに先日来た斉田君らの、はい、ソマリアの、ボランティアの連中がですね、はい、4人ほどが行ってるというだけでしょ。で、今度エチオピアに一人日本人が行ってるはずだっていうので今探しているんですよ。その程度でしょ。で、向こうの自給自足とか自活生活に対してはね、政府やなんかは全然そっぽ向いてるわけですね。で、もう食料を与えるからバナナ作れ、その、はい、玉ねぎ作っとりゃいいんだと、もうとにかく バナナや、いや、コーヒーや紅茶だけ作っとりゃいいんだという政策でしょ。だからね、なんていうのか、全く砂漠に、いや、地球に種まくということは夢みたいにも見えるし、できないはずはないことなのに、どうしてそういうことをやらなくて、ただ、その目先のね、食料援助や医療の援助だけに収支するのかということですよね。ただそれは、例えば日本の場合もですね、ここでこれだけいろんなものがこうできてても、それをじゃあ自分のところでやろうとしてもなかなかこううまくいかないということは、やっぱり人間の生き方についてのですね、いわば価値観といいますか、本当のこう生きる喜びみたいなものに対する感じ方、見方が違うところもあるんじゃございませんか。あるところじゃなくて、それが一番でしょうね。そのいわゆる金を儲けてね、ここでは金を儲けにはならないと、はい、金を儲けて生きる手段を獲得して、そして植物をここで食べるというのが建前になってますよね、はい、そういうのじゃなくて、ここにある自然に植物ができて自然に生きられるという体制を取ろうとは誰もしないです、はい、でエチオピアなんかだったらね、遊牧民族だったら何でしょう、動物を飼っておるのが建前で生きるもんだとこう思い込んでる、はい、はいはい、棒でね、種、棒ではなくて種を落とすことがいろんなもう大変な技術だったんですよ、向こうではね。あ、そういうことをしようということは全く考えてない。だから野菜作ることも穀物作ることも知らない民族が大半だということをね、日本人はほとんど知らない。ただみんなその種送りは巻いてくれると思うと、はい、砂漠にも地道がある、こんなとこ巻いてもらいたら困る、あ、自分の土地だと、そんなその野菜を食べる習慣はないというかね、はい、そんなそのトカゲやイモリやヘビみたいなの食ったら人間が這い出すんだと言って、はい、それだけのことでタンパク源や動物でもその魚でも食わないという習慣になってるんでしょ。で、もうそうなんですかね、人間の考え方がね、アフリカの人間も間違っているけれど、で今のその文明社会の人たちもなんですね、原点がね、アフリカにあるような感じがしたんですね、はい、あの人たちがどうして昔からね、エジプト文明頃からあれほどこう長い歴史がありながら、民族滅亡のところまで追い込まれているかって、はい、その植民地政策もありましょうけどね、はい、それ以上に考え方がどうして人間がそっちの方まで転落してしまったかって、はい、で日本人やその欧米人は非常に豊かになって、もう何言うことないようになってるけど、足元はですね、はい、大気やそれから緑はですね、はい、もう加速度的に衰亡しているわけですね、はい、で第二の、そのイラン、イラク、はい、サハラ砂漠にですね、アメリカは既になっていますよと、はい、ヨーロッパの緑帽がなっていますよと、はい、土地の人はなっていますよと言ってきたんですけど、はい、あ、表面は緑があってもちょっと、1メーター下はもう砂漠ですよと、アメリカもヨーロッパもですね、はいはい、
でそれに気がつかなくて、表面だけに化学肥料と石油エネルギーですね、はい、だから今の緑は石油エネルギーに変化した緑なんですよ、ね、ほうほうほう、だから本当の緑は失われています、うん、偽物のイミテーションあの緑だと僕は言ったんだけど、はい、そういうふうな格好でしょ。でその中で人間が金儲けしなきゃ生きられない、自分で生きようとする、うん、さっき言ったように価値観っていう問題よりも、なんで人間が生きるのか、人間の生命はどこにあるのか、何が元になっているのかっていうのね、自然の心とか生命とか、はい、患者の仏だという言葉もありますけど、それをね早くはっきりと明確にこうキャッチしないとですね、はいはい、もう、うん、多種多様の価値観があっていいんだよとかいうことを言う先生たちもいますけどね、はいはい、僕はやっぱり本当の価値観とかね、信念というのは、ね、はい、一つしかありませんよと言うんですよ、はい、いくら詰まってみんな違っていいじゃないか、人間の生き方もいろいろあっていいじゃないか、価値観もいろいろあっていいじゃないかというような考え方はね、はい、もうそんなことを言ってるのはもう過ぎてるんじゃないかと、はいはい、そんなことを言っとったらあと10年20年後にはね、はい、人類の滅亡というようなこともね、うん、考えられないことはないというところまで追い込まれておって、なおあの価値観の転換をして、うん、なんとかその長生きしようとか、はい、もっと豊かな生活なんて言ってるけどね、豊かとかいう言葉でも自然離れて豊かさというのがあるように思ってるのがね、はいはい、あの自分のいわば足元が崩れてきてる上でいくら行ってもおかしなことになるわけです、ね、砂上のね、はい、それこそ砂漠かはね、もうサハラ砂漠というか砂漠じゃなくて、はいはい、人間のもうそのなんですね、心の砂漠の方がやっぱスタートだということでしょうかね、はい、それで今のお話でいきますと、例えば多種多様な生き方であっていいんだというようなこと確かによく聞きますが、それで一方ではそのこうスミレはスミレでいいんだとかですね、まあ、そういうあので、あの、まあ、馬小屋市は馬小屋市でと、まあ、それぞれ の特徴があるわけですが、人間の場合もそれぞれの特徴といいますか、ある特徴はあると思うんですが、もう一つ掘り下げてって言いますか、基盤のところまでいくと、こう本当に自然と同じように生かされて生きているという、そういう働きのところに気がつくかつかないかで随分違ったことになってくると思うんですが、そうですね、大小がある、大根でもね、大小があるとか、そのいろんな植物があるというこの知恵がですね、はい、あの一応こう話すときには知恵を使ってそういうことを言いますけどね、はいはい、これがいい草だとか悪い草だとか、大きな草、はいはい、あの野菜だとか小さいとかいうこと自身を超えたところのになると、もう名前なんか大体知らなくてもいいんだ、はいはい、覚えなくてもいいんだと、はいはい、そんな知恵は無駄だと、あの知ることはお宅の内はね、はい、試すんだということ、僕は知ることはやっぱり憂いの始めで、はいはい、知識を吸収して情報が多くなればなるほどね、人間は迷いし混乱するだけであって、自然から転落していくだけですよと言いたくなるんですね、はい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 、で自然というものはやっぱりもう自分たちが見てこう、今先ほどから草と木と樹木とこう区別して言いましたけど、はいはいはい、本当は何も言わない方がいいんですよね、もうとにかく自然というものは名が付けようがない、はい、そしてその発達とか進化とかいう言葉もですね、はい、適応とか、はい、いうことも言いますけど、はい、そういうその科学的な考え方が自身をですね、超えたところで動いているんだと、はい、露呈しているんだというだけでいいのであって、はいはいはい、それに自分がなんですね、やっぱり人知を捨ててみたら、はい、その流れに乗れるかもしれないと、乗れなきゃまたいけないと思うだけですよね。植物は植物学はいらないんだと、植物には植物学がいらないんだという話聞いたことありますけどね、天文には天文学はいらないんだと、天文学とか植物学がなくてもですね、その植物はこう成長するしというような話を聞いたことあるんですけども、はい、ギリシャの五大元素って言いますよね、はい、哲学者らというのは風と光と土と水と火と、こういう五元素があれば十分だと、はいはい、いろんな方はね、はい、五元素があってこれがいろんな方が即宇宙だと僕は言ったんですよ、はい、考えてみるとね、その五元素も分けた時がスタートの間違いだという思うんですね、もう水とか火とか風とかいうことを区別してね、それがあって大小があるのが自然だと言ったけど、大小があるという言葉がはや不自然なんで、五元素があるということはね、それ以上の元素なんか研究する必要はなかったんだといえばない、はい、なかったんですね、はい、
語源すら知らなくて、で自分らはもう自然生かしてきて、自然を生かして自然のをやったっていうようなことを50年前から言ってきましたけどね、実はあの口で言ってるだけで何もしなくて、ポカッとこうぼんやりと見ていたぐらいのことなんですね。で5年10年として良くなってきたら豆まこうかな、良くなってきたらこれを植えようかなっていうことをやってきただけ、はいはい、でテンプはもうどの百姓よりも遅いわけです。で金儲けには一番あの無限なやり方なんですね。ただしかしそうやりながらですね、拝見してますと非常に何て言いますか、一番気持ちよさそうにそういうことをなさっていらっしゃるような気がしますがそれはね、あの何て言うか、まあ若い時にね、人間の知恵もいらない、そのやることは無駄だと、物に価値があるんじゃないの、こう思ったそれだけなんですね。もう50年間同じこと言ってますし、はいはい、もうどうしてもね、それ以外のことは考えられないんですよ。物に価値がある、知恵が価値があるなんていうことがですね、もうこう言っておってね、今の知恵がいるなんていうことを言っておいて、すぐその後にね、はい、腹の中ではそれもいらないんだよという言葉が自分の胸の中にいつもあるんですよ。その拝見してますと、無意とおっしゃりながら実に巧妙によく働いていらっしゃるようなんですがそれはね、人間が間違いをね、罪次ないの意味で働くんで、まあ、自然だったら自然にかえつきっかけを作るだけをやってやらなきゃんと、人間が、ね、あまりにも壊した、壊したからそれを償う意味でちょっと自然復元のきっかけを作るだけを自分がやってきた、はい、やるだけですね。で、根本的にはね、やっぱりうまく自然が軌道に乗ってきて自然が動き出したらもう任しといていいってわけですね。でやっぱり無意自然っていうのは言葉で言えるだけじゃなくて、無意自然で生きるようになるのが一番終局でもあるし、はい、やっぱりそれがスタートにもなる、はい、でやっぱり、やっぱり若みたいに念仏みたいにね、はい、ただの無意自然無意自然と思って行かなきゃいけないんじゃないでしょうかね。まあ白紙が一番いいってことですよね、はい、いつもあるし、で白紙なんていうのはもうのんびりしてるとか楽しそうなっていうのはね、バカになってるとか一番楽しいもの考えたら一番あ皮が腐ってくるからですね。で何もしなきゃね、楽しい、いろいろ旗で火でも耐えてね、去年の雨の日でもいろいろ旗で火耐えて、なたりの花で見たらね、もうそれでもうここは桃源郷になってしまうんですよね。こんなところ引っ張り出して、ね、どうも申し訳ないです。何もしない時だったらね、確かにこの山はね、世界で一番その桃源郷だと、はい、だから地獄を作る、地上天国を作るなんて言葉もありますけどね、作ろうとすることが間違いなんで、その場でそこがそうなんですよね。この小山の花、その大根の花ね、奈良の花、そのものが桃源郷でもなんでしょう、はい、作ろうと思ったってね、はいはい、今は遺伝子を作っていろんな生物作るけど、はいはい、これだけたくさんある植物や動物の上に、ね、何作ろうかって知ってるのかということですよね。僕は先端技術は末端技術だと言うんです、はいはい、末梢の花を探すだけだと、この花の以上の花を人間は作れるかって言うんです、どんな怪獣作ってみてもね、このアニメーション見たとして、はいはいはい、やっぱりバットの頭ぐらい拡大したのと大した違いはないんですよ、はいはい人間の発想なんていうのはね、はい、やっぱり自然から出られないと、はい、それを超えたつもりでおるけど、はい、超えるのは考えて超えるんじゃなくて、もしも超える方法があるとすれば、やっぱり無心とかね、はい、白紙になる以外ない、はい、超えてみて白紙になる以外ない、はい、下手な自分らのようなね、凡俗のものがもう頭使ってね、傑作作ってみてやるなんて作ったらね、とんでもない植物や動物作るだけのことだと、しかもそれは自然生態系を壊すことに役立つ動物だと思う。僕がついてたから言いますとね、動物でもこの頃いわゆる何でしょう、コピー動物作ったり、はい、多産系のも作ったり、こんなもの作られたらね、それこそ植物を単純化するのに素晴らしい威力を発揮する動物や豚ができると思うしね、はい、牛やったら、はいはい、それでなくてもただ普通の牛はまあ買っただけで地球がこれだけ草が単純化して砂漠化してるのに、はい、さらにこれ以上ね、物食いのいい牛を作るとか、多産系の動物作ってる、自然生態系はね、
加速度的に壊されてしまう。で、動物学者や地産学者がね、発達すれば発達するほど加速度的にダメになってる。人口をね、命を流れる、流れることも流れないのも、安楽死やどうやることもあるけど、こんなのもね、全ては自然ということを基準にしたらいいんじゃない、反自然の生き方も間違いだと、反自然の殺し方も間違いだと、で先日もアフリカに砂漠に巻く運動のその手伝いにしたいという青年が来たけどね、君は自分で生きられるかって言ってみたらね、やっぱり生きられないね、はい、1週間とちょっと続かない、やっぱりそこら辺りはね、ちょっと言うてもいいと、生きるということがどういうことかが日本人がもう忘れてるんじゃないかと思うんですね。金儲けたらいくらでも簡単に生きられると思うから生きられるというけど、あなたはここで生きてごらんなさいって言ったらね、実を言うとここでもね、食べられないものはここ一つもないんですよ、これね、はい、ここに、ここにあるもんでも、ね、はい、もうその大根が入れるこの、はい、馬小屋なんていうのはね、タイガラシ、よもぎのタイガラシを、はい、下にこれ大根が、大根がいっぱい生えてきようんですよね、ここが、はい、いちごはいちごで草市が食べられるでしょ、よもぎはよもぎでね、はい、食べるものいっぱいあってもね、今の都会の青年から言うとこれは食べるもの一つもないんです。ああ、なるほど、はいはいはい。だからここへポッと山小屋一週間掘り込んでいてみると、もう買っているような感じそりゃそうでしょう ね、生きるということがどういうことかということをね、スーパーマーケット行ったら生きられるが、ここでは生きられないという感じになってしまってるでしょ、はいはい、インスタントも何もありませんしねなるほど。だから価値観の転換って言われたけど、価値観の転換どこからね、どうするか、どこからスタートになるかね、まあ、ぐるぐる話がこう回りますけどね、はいはい、でも、もう一つ別な意味では、どこをスタートにしても転換の方向っていうか、一つ気がつくと他のとこも気がつくという方向がこう変わってくると、そこが新しいスタートになりうるんじゃないかという気もいたしますが、まあそういう形で、せっかくこういう自然農園で何十年もやってきてくださった、その実際の生活を紹介していただいたわけですから、まあ、今後そういう方向でいろいろ考えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。